ロックノロールオリンピックの、あの仙台のやつでしょロックノロールオリンピックのさ、ボーイがシークレットで出たのが87年か。あの辺で、85、86、87あたりがバンドブームだと思います。マジで。で、特に87年っていうのは、あの、以前にね、そういう動画を出してるんだけど、その後に活躍するバンドの多くが87年にデビューしてるんですよ。例えば、バクチクとか、ユニコーンとか、まあ、ブルーハーツとか。なので、 子供がいいっっぱい生まれた年をね、ベビーブーブムって呼ぶのと一緒なんで、87年いっぱいいっぱい、えー、ジギーとかもそうかいっぱいいっぱいバンドがデビューした87年をバンドブームと呼ぼうぜっていうのがここのルール俺が作ったこのここのルールだったりします。